皆さんまとめにかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は、久々、まあこの会社の中で収録している感じもあるんですが、この健康の新しいフィルムスキャナーが出たということで、これを、お話をしようと思います。新しいフィルムスキャナー、名前がですね、KFS14WS というわけなんですが、これ、まあ私も、実は、開発というか、発表前段階からチラチラ見てたんですけども、この液晶が大きくて面白そうだなと思ってたわけなんです。まあ実際どういった感じかを見てみたいと思います。で、このフィルムスキャナーを、レビューする前に、まあ、ネガを探しておこうと思って探したんですが、ありましたね。これ私が14歳ぐらいの時に撮った、鉄道の写真なんですけども、まあ私もともと鉄道の写真をよく撮ってたりするんですが、もちろんこうしてみれば何が写ってるかはわかるんです。何が写ってるかわからないっていう人ももちろんいますけど、私もう14歳からずっと34年間写真やってるみたいな感じですから、もちろんわかるんですけども、見て感激するかというと、内容がわかるというのと、あ、こんなの撮ってたんだって感激するというのはまだ違うと思うんですよね。で、このスキャナー、なんと液晶のサイズが5インチで大きくて綺麗ということで、どれくらい綺麗に見えるかというのをちょっとチェックをしたいと思います。では、早速開けてみようと思います。このもちろん取説が入ってるということは入ってるんですが、まあ実はすごくわかりやすくて、そんなに複雑な構造ではなくてですね、まあ本体がありまして、あとは電源とか HDMI、 そう HDMI に対応してるんですよ。だからテレビにつないでみたりとか、あとは液晶プロジェクターにつないでみんなで見たりみたいなこともできるので、そういった楽しみ方もあるのかなと。あと親切だなと思うのはこの手袋ですね。まあネガフィルムうまく触れる人はこの端っこ持てば指紋つかないんですけど、まあ、指紋つけちゃうような心配がある方は、ぜひ手袋をしてということですね。電源がですね、これです。USB の C ですね。この端子と USB。だからパソコンを電源として使えば、まあ、その旅先とか、旅先で出先で、電源がない場所でも使えますし、ここは後ろ見ていただいてわかる通り電源ありますから、電源がある場合はと言いますと、このパッケージの中に AC との USB のアダプターが入ってますので、これを使えば AC、 まあ家庭用の交流電源ですね、それと USB のアダプターが入ってますので、家で使う場合はこの USB と AC コードをつないで、本体のこのラインに USB がありますから、これをつなげば、USB-C をつなげば、これで電源は確保できるというわけですね。あとはこれがフィルムホルダーということなんですけども、これまあフィルムホルダーいらずと書いてますんですが、まあフィルムをスルスル通すにも、あらかじめこのホルダー部分に、この35mm フィルムと書かれたこのパーツをはめ込んでおけば、まあこれホルダーを使えばそのままスライドマウントに入ったスライドを入れてこうやって見ることもできますし、このアダプターを入れておけば、これで矢印があるな。ここも矢印があるということで、矢印と矢印を合わせてこうやってセットしておけば、実はこれだけちょっと説明書を見なかったらわからないところなんですけども、まあこれだけわかれば、あとは、電源を入れて、電源来ましたね。で、OK を押して、あとこれ真ん中がこれネガマーク、OK を押して、135、これが 35mm フィルムですね。ワンテンフィルム。126ってベスト版だっけ？まあそういった3種類のフィルムが対応できるということなんですが、この状態にしておいて、どのネガがいいかな？これかな？まあ、
なんとなく鉄道が映ってるのがわかると思うんですが、これをこの差し込み口から差し込んでいくだけで、まあ私は慣れてるからこの端っこをうまく持って指紋つけないようにということはできますが、来ましたよ、ほら。これね、多分ね、私が14歳ぐらいに撮った鉄道写真ですよ。黄色いカナリア色の103系とか。あ、これね、阪和線のね、和歌山駅の青い電車ですね。そして、あ、阪和線来てる。あ、これ黒潮号かな。JNR のマークだから、もしかしたら JR になる前かもしれません。まあ、なんか、根が見るだけだとすごいと思わないけど、こうやって改めて、この大きい、まあ5インチサイズ、IPS 液晶と言ってるんですね。あの、液晶テレビと同じタイプの液晶らしいんですけど、このサイズで2、3人で見るだけでもすごく感激するんじゃないかなと思います。まあ実際の製品的には、あとここの後ろのスロットのところに、SD カードが刺さるので、SD カードを挿して、この OK ボタンを押すと、スキャン、まあ、あの、複写ができるといった構造なんですけども、まあ、でも、今日のこの感じだと、この5インチの液晶で見るだけでも十分ですね。で、まあ、あとは、この HDMI 端子があるから、テレビでも見れるかなというところですね。まあ、ひとまずは今日はこういったレポートとしますけども、まあ、またの機会には、プロジェクターをつけて使って大きくみんなで見たいみたいな野望もあります。はい、今日紹介させていただくのは現行から新しく出るフィルムスキャナー。フィルムスキャナーって現行前から出してるんですけど、今回のは何が違うかというと、このね、液晶の大きさが違うんですよ。液晶これこれですね。で、USB のケーブルで、電源のないから会社だったら、パソコン持ってる人だったら、パソコンの電源で起動できるんですけど、まあ、ここは、まあ、コンセントがありますから、コンセントを持ってきて、つなぎますけども、よいしょ。根がありますよね。これは弟が取った根がいろいろ整理してて、これが私が取ったものだ。私が昔中学生ぐらいに取った根が、まあ、ちょっと古い方が面白いかなと思って、でも写真が鉄道写真なんで、皆さんが興味がなければそこまでっていう感じがしますが、構造的にはまあこういう、ほら、フィルムスキャナーで、このマウントしてこう入れたりするでしょ。でもね、こいつがね、優れてるのはまたね、入れやすいの。またこれで今差し込むと、実はマウントをしない状態で、これをそのままこう差し込むわけです。こうすると、最終的にはこの画面に出ますからね。今何をしようかというと、この練習不足ですね、こういうね。ちょっと練習不足なので、ちゃんと行けば今のところはスムーズに行くわけですけれども、これで間違い126じゃん。35mm、135mm ね。このアダプターを間違えたからこういうことになったわけで、ちゃんと合ってればこの通りで刺して、これがそのままスルスル入るというわけですよ。スルスルね。で、今ネガでオッケーすると、これが、ほら、こういう具合で大きく出るわけですけど、これだけのまま大きいじゃないですか。これはこれでいいんですけど、なんと、HDMI ケーブル、皆さんのお家のテレビもこのケーブルだと思うんですが、ブルーレイとかつなぐのね、これがつながるんですよ。
HDMI と光がこれ違うみたいな、この2つの方が違うんですね。HDMI って細めだと光がありますから、だからこれはちょっと比較をこっちの、でも付属してますから、あの仮に走れなくてもこういうふうに、こっちの比較のやつを入れて、でこれをプロジェクターに出すとですね、よいしょ、プロジェクターで出すと、ね、HDMI は違う、このケーブルが、よいしょ、で、そのケーブルはこれで、ではあ、でもあんまり上に切れてないな、このサイズだけど、あ、もうそれなりになんかこう、ここまで伸ばすと、あ、結構昔の写真って感じがするけど、でもこのサイズ見れるっていいでしょ、うん、これね、奈良高田って書いてるのね、奈良の方の昔の電車、私が14歳くらいで撮ってるから、これ多分ね、34年前くらいの写真です。まあ、このサイズで見ても十分に2、3人に見るんだったら十分ですけど、今日みたいな時にね、ほら、こうやって見ると、それはそれで、あ、これならひどいな。でも、ひどいのも分かっちゃうけど。ね、こんなの撮ってたわけですね。中学生時代ですよ。これはね、天王寺の駅、で、ハンマーセット電車と思うんですけど、いいですか。まあでもね、こうやって、まあ、これはプロジェクターは一般家庭はないけど、テレビにはつながりますから、ちょっと面白いと思いますね。まあ、あのスキャナーっていうと、普通スキャンしてプリントってイメージがあると思うんですけど、まあ、家の中で整理するときも、この画面、この5インチですから、このサイズで見れますし、で、5インチで見るにはちょっと、あのこのサイズ小さくな、小さいなと思えれば、テレビにつなげば。結構大きいサイズでということでご紹介していただきました。いくらだと思います？ちょっといいお願いします。19,800円です。あ、それプラスで税が入るから2万円ちょっとですね。